さんで今日から始めましたアンディ・ウォーホル展永遠の15分、楽しめるプレゼントも、あるんですけれども、ウォーホルとの出会いということで、本当に皆さんいろいろとありがとうございます。どなたのかな。私のアンディ・ウォーホルとの出会いは中学校の美術の資料集です。マリリン・モンローの顔がシルクスクリーンで刷られた作品だったんですが、鮮やかな色ですごくかっこよいと衝撃を受けました。美術が好きだったので美大に進みましたが、受験勉強の際はウォーホルの色使いから綺麗な色の組み合わせを学び取ろうと作品集をよく見ていました。ウォーホルに